藤田進は、日本の陸軍軍人。第13軍司令官、第3師団長等を歴任した。階級は、陸軍中将軍一等校二級。石川県出身。1904年10月24日、陸軍士官学校第16期を15番、549名で卒業する。同期には、岡村康二、土井原健二、板垣聖志郎。 安藤都市吉ら陸軍大将がいる。同11月1日に不評少尉に任官する。不評注意を経て1913年陸軍大学校を卒業する。以後不評科将校として累進しフランス駐在を経験する。1919年9月2日から参謀本部府の身分で地理に駐在し、1921年4月20日、地理公使館府部官に就任する。 1922年12月28日帰国。1925年5月1日陸軍、不評学校教官。1928年3月8日に、不評大佐へ進み不評第15連隊長に任命される。1929年8月1日に、第19師団参謀長に移り、 1932年12月7日に、少々へ進級し不評を第32旅団長となる。1934年3月5日の陸軍、兵器本省府の後、同年4月21日から、独立混成第1旅団長となり、1936年3月7日から、陸軍不評学校長に任命される。同年8月1日に中将に任ぜられ、 1937年8月2日、第三師団長に就任する。1939年10月14日、参謀本部府、同年10月26日には、第十三軍司令官に就任する。1940年4月29日公により、君一等局実大受賞を受賞し、同年12月2日、参謀本部府、1941年1月20日対名と、 なり、同31日予備役編入となる。対戦末期には予備役将校が次々と招集される中、藤田も1945年4月1日金沢主管区司令官に就任。同司令官のまま終戦を迎える。ありがとうございます。